今日は試合の入りは、まあ、落ち着いてクリアというか前で拾ってそこでチャンスを作ろうということだったのでそこはまずできてそこから点取れたので良かったです。もう1週間前からの練習から、まあ、徐々にこう馴染んでいってそこからもう金曜日からはもうスタメンという形で練習しているので、はい、1週間前から先週負けてたので今週は勝つぞという気持ちで試合に臨みました、はい、もうファーストシュートを打ってそこでこぼれたボールを、まあ、龍馬っていう子が、押し込んでくれたんで、まあ、もう一回打ったら入るかなと思ったんで打ちました、まあ、2点目同点に追いついてもう一回点取るという気持ちがあったので思いっきり振り抜きました。まあ、1試合、悔しい形で勝ち点3を逃してしまったので、まあ、これを第2節で、課題がいっぱい見つけれて阪南戦に臨めたのでここから先もあと15試合残っているのでみんなで一丸となって戦いたいです。まあ、応援してくれたので、まあ、やってやろうという気持ちがあったので、はい、決めれてよかったです。まだ苦しい、試合がありますが応援よろしくお願いします。2つとも自分の前にボールが転がってきたからフォワードとしてしっかり仕事ができてよかったです。と緊張したけど1年生だけど3年生にも負けないように強い気持ちで入ることができました。庄司君がトラップで抜け出したときに中でクロスを待ったんですけどシュートを打ったから相手のディフェンスよりも早く反応できたから良かったです。2点目は1回最初のクロスに右からのクロスに触ることができなくてでもう一回右を見たときに友樹君がクロスをちょうど自分の目の前に上げてくれたからちょっと当たり損ねたんですけどいい感じで入ったのが良かったです。まあ、交代連のチームには去年からいるチームには勝たないとこの先厳しくなるということでチームみんなで気を引き締めて1週間やってきたことが出せたから良かったです。まあ まだ迷惑とかかけてしまうところもあるんですけどしっかり自分の武器をしっかり出して勝利に絡んでいけたらいいと思います。優しくしてくれるおかげで動けます。まあ、リーグ戦ということで試合の運び方とかトーナメントとかと違ってちゃんと考えて試合を進めていかないといけないからそういうところの難しさとかそこに対応していってこれからも頑張っていきたいと思います。ホーム開幕戦で勝利することができたので、これからも強いところばかり続けますが応援よろしくお願いします。